はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エイキログです。私たちは今日グランピングをします。シンプルに言うとラグジュアリーなキャンピングということで、今日はあの河口湖に来て目の前に富士山があります。すごいよ。ドドン。ちょっとまだ雲がちょっとだけ残ってる。というわけで今日泊まるグランピング施設、後ろにあるんですけど行きたいと思います。最近ね、キャンプってね、すごいブームだからね。ねえ、ねえ。でね、グランピングだから、普通のキャンプみたいに自然なところにポンって感じじゃなくて、ちゃんとね、施設がね、いろいろあるんですよ。こういう風に、もう広いんだよね、まず。ふぃーっつって。そうだね。おお。プール。プールじゃん。プールがあるけど、あー、冷たい。プールがある理由はこれがあるだからです。これすごいね。サウナです。サウナ風呂。サウナです。これプライベートサウナみたい。あったかい。で、こちらがキャビンって言って、テントじゃなくてここのキャビンっていうところに泊まります。私たちのキャビンです。わお、すごいじゃん。見てこれ。4人まで泊まれるって。うわ、なんか隠れ家的な感じでいいんだけど。めちゃめちゃいい。すごいの見つけました。何が？プロジェクターついてる。あ、冷蔵庫もついてる。よし、僕たちが買ってきたお酒、ジュース、いろいろ打ち込みましょう。皆さんこの動画を通してグランピングって言葉を覚えてください。そうだね。グラマラスキャンピング。そう。おい、重たい。おい、重たいよ。あー、最高。おい、骨が折れるよ。あー、最高。あばらが折れるよ。あー、最高。あー、社長。ここにいるよ。社長。高の上、意外といい。社長。気持ちいい。よいしょ。これが今日の夜ご飯のバーベキューの。今日の夜ご飯は何でしょうね。これもなんか楽しさあるね。そう。一個ずつがなんか全部楽しいんだけど。はい。おお。ベリーグッドです。僕たちみたいなキャンプ初心者に優しい感じ。そう、はい、じゃあ、いろいろ準備しますか。はい。見てください、富士山。富士山見えましたね。あと10分とか20分ぐらいだったらもう本当に雲なしで見えるかもしれない。今頂上まで見えてるじゃん。そう、でもまだ最高。また富士山見えたよ。富士山すごいじゃん。なんか5分おきにこうガラガラ変わってくね。そうだね。うわー、今めっちゃ綺麗に見えてる。富士山。おい、おっ、ちょ、何やってんの。これを動かして。最高じゃん、この景色。これがグランプリ。うわ、ね、はい、私はサウナ用に着替えましたけど、タカはまだです。まあここで仕事をしてる。 YouTube の次アップする動画のサムネイルを今作ってるよ。タカも準備できた。あ、無理。お先に、お先に。はい、サウナ。あー、あったか。あー、最高。これがいいな。あー、最高。あー、うぅ、あっつ、あっつ、開けるな、寒くないでしょ。閉めろ。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。あっつ、やば、もうあの人おかしいよ、頭。社長、もういいんじゃない。ちなみに今ね、
富士山めちゃくちゃ綺麗に見えてる。めっちゃ綺麗。行きますか。というわけでシャワー浴びに行きましょう。シャワー浴びて水風呂だね。はい、水風呂ドボンです。富士山めっちゃ綺麗だよ。すごいよ、中から暖かいままで見れる。やばいね。あのやっぱ朝と夜はあれなのかな、雲なくなるんだね。やば。料理しますか。バーベキュー開始です。はい、いきますよ。完璧。はい、じゃあクッキングインストラクション、はい、やりましょう。もう飲むかと思ってなかった。いや、バーベキューは焼きながら飲むのが定番でしょ。ありがとう。私はザ・チョウヤ。私、キリンのスプリングバレー。前ね、ライブやった時にね、おすすめしてくれたコメントがいっぱいあって。乾杯。グランピングに。あ、おいしい。かなり焼けてきたじゃん。黙々と焼く社長、ごくごくと飲む部下。はい、焼けたよ。すげえうまそうだ。ちょっと食べてみ。ティーボーンで骨ついてるよ、気をつけて、うん、ソースにディップして。うん、この大自然の中で食べるバーベキューってさ、うまいよね。はい、うわー、うまそう。ちなみにご飯もね、シュクシュクとできてますよ。やば、これやばいでしょ、これ。うわー、出来上がったっぽいね、ご飯つや。うえおかゆだよ。ちょっと食べる。シャビシャビ。あー、寒っ。お腹いっぱい。まずはここを片付けなきゃいけない。いけ、社長。やれ、部下。おー、社長。ゴー。動画、めっちゃ懐かしい。はい、ということで、今日は、短いよ、私の髪の毛短いよ。俺もガリガリじゃん。めっちゃ痩せてるよ。そうだよ、もう今パンパンだよ。パンパンデブさん。はい、では、おやすみ。というわけで、皆さん。あー、最高。あー、ここで寝る、はい、というわけで、おやすみなさい。おやすみ。おはよう。よいしょ。おお、富士山。完璧な富士山だね。めっちゃ綺麗じゃん。空気も綺麗そうだし。はい、富士山。じゃじゃん、これ朝ごはんタイムだね。めちゃめちゃ可愛くない、このバスケット。おお、自分でサンデッチ作れるんじゃない。いただきます。味うま。ヨーグルトグラノーラ。はい、というわけで朝ごはん食べられました。楽しめましたね、一泊二日グランピング。そうだね、本当になんか初めてのグランピングだったから。そう、めっちゃ快適。めちゃめちゃいい。景色最高、部屋最高、サウナ最高、料理最高ね。なので皆さんもグランピングしてみたいなという人は、うん、ここの富士河口湖にあるドットグランピングを概要欄でチェックしてみてください。で、この動画をここで終わりにします。ぜひ楽しかったならいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人は
チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。